ダブルドラゴン2。お次はダブルドラゴン2。ダブルドラゴンも俺したことないゲームだなこれ。テクノスジャパンだから、これもクニオ君と同じメーカーだね。でも来るかな。でも来ないな。これはね、ランダムじゃなくてね。ミニスーファミもやるの。いや。ランダムにどんどんやってるんですか。古い方から順番にやってる。また流行り出してるらしい。タイトル画面綺麗。ノーマル、ワンピー。1900X 年、核戦争後のニューヨークは暴力によって支配されていた。年々、これ北斗の拳のパクリだよね、設定。巨大になっていく暴力組織であったが、二人の、思ったより早いな。思ったより早いな。タイトル読めなかったね。なるほど、ファミコン面白いから嬉しい。巨大になっていく暴力組織であったが、二人の若者によって崩されていったのだ。二人の仲はビリー・リーとジミー・リー、二人がダブルドラゴンと戦う。彼らにも宿敵がいたのだ。その宿敵との戦いは代々続いていた。戦うこと運命なのだ。そしてある日、ビリーの恋人であるマリアンが、マリアンが何だったの？早いんだよ。ゼルダは？よっと。マリアンが奴に殺されたのである。もう、殺されちゃったの？パンチをすると前に殴る。ちょっと待って。あ、なるほど。 A ボタンが右への攻撃、 B ボタンが左への攻撃だ。別に A がパンチなわけじゃないんだ。ファイナルファイトだね。すごい、ほとんど読めてる。違和感抜群。あ、なんでパンチしねえんじゃねえかって思った。後ろ、独特な操作性。あ、弱い、あとキック。ジャンプあんのかな。あ、AB ジャンプ。クニオ君方式で。あっと、何それ、笑。AB 中に AB。あれ、また格闘か。スタート、ない。セレクト。スタートはストップだね。操作性を疑う。あのさっきの回し蹴りどうやってやった？ジャンプ中 AB 中に AB？ 竜巻旋風足、わら、わからない。上りで竜巻旋風キャック。あのこれ、クニオ君で見たことある技、効果音とかも同じなんだけど、これどうやってやるの？着地と同時に A。これね、ジャンプのしゃがんでる時に AB だ多分。女、お前もファイナルファイトいたよね。かっこいい。ダメージ食らってないんだけど、バグか。あ、食らった。はい、余計なことをしなくていいです。ボコボコに殴れ。もうこの人女の人かな。側転しながらやってきた。効果音かっこよい。ほら。この頃側転が流行ってたのかな。ん、はい、あん、ん、ん、どこの百科館。入れない。あ、男女平等パンチ。ここか。女かどうかすらわからんけど。うわあ。軽やかですね、わら。来た。はしご。向きに対する攻撃、マジ勘弁して。え、一回振ったら消滅したんだけど、どういうことだよ。ダッシュはないのか。ほら、いいね。あ、この音。ほら、しかも威力そんなねえし。ナイフ消えるんかい。あれ、ちょい、アイテム持ったままはしごを登ったらアイテム消滅したんだけど、どういうことなの。
おすげえ、いっぱい使える。でもそんな強くない。これだったらコンボ決めた方が強い。消滅して時間謎しよう、わら。明らかに火入ってきそうなやつがいるんだけど、捕まった。これは多分余計なことしない方がいいな。ちょい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 、殴ってる途中に掴むのはやめろって。よし。え、しゅうやさん、頑張って。何が起きた。だから向いてる方向にパンチだっつってんだ。良い腹パンダ、やめて。完璧だな。くそ、殴られてる時にさ、これはあれだね、くそ、やめ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 、耐えろ。次ぐらいで俺死ぬ。まず髪はやめろ。この捕まれる条件がわからん。ほんとクソ操作性やめろって。主人公の拳が効かない。しゃがみパンチを4連打。死んだ。こういうことか。扇風客はどう？多分ジャンプの最上で AB だと思う。また消えた。後ろ蹴り笑うわ。あ、勝った。意味わからんねー。やつ、あのヘリで逃げようってわけだな。そうはさせるか。ポン。わら。あのさ、この右に攻撃するの A、左に攻撃するの B、やめてほしい。ほんと A がパンチ、 B がキックでよかったよ。なぜ一回だけ復活させたのか。おお、は今死んだ。ちょっとジャンプ低い、怖い。え、あ、そこそこ、そういうそういうのなんだ。ここ登れるんだ。教えてくれてありがとう。飛び降りろって言うから飛び降りったら、え、ラプコン製のヘリかな。適当。え、巧みなわな。え、わら。ちょマジ、ああ、嘘だろお前さ。いやいやいや、勝てるわけねえじゃん。おお、爆弾爆弾、ひどい、わら。え、ひどい羽だ。何この展開、わら。あいって、画面外からこんにちは。しんしんしん、敵取りに減り、わら。よし、あら、あ、帰っていった。これはひどすぎる、わらわら。よし、あの技よくわかんない。ちゃんと口のこのしゃがんでる時に AB だと思うんだけど、あんまうまく出ない。まあクニョくんも結構出にくかったし、いいか。ボス戦無視できません。結構操作性がね、あのパンチできるつもりでこう逆向いたらキックになるっていうのね、クソなんだよ。あ、投げ、そういうのもあるのか。今さら、殴って絡まった、絡むっていうか、あのね、ちょっとかがんだところに掴んだら投げれるね。ファイナルファイトだね。あー、忍者忍者来た。忍者
ボスっぽいね。おらおらおら、はみ、来ない。あっ、やったぜ。中ボス？あ、あ、クリアな、クリアなんだ。しまった、お前だけ行かせるか。ガガシシ、ガガシシですか。ヘリはネオンに照らされる夜空へと飛び立った。ミッション3、ヘリ内での戦い。ヘリ内短そうだけど。ガガシシ。えぐい。ガガシシ、白身。落とすなし、笑。時々開けるんだね、あそこ。えぐいな。ごっついドクター。楽だな、笑。クソ、こいつ強いっす。死ね。あ、なんで開くんだよ、わらわら。やめて。強いな、こいつ。あれクリア。開いたり閉じたりしろ。終わった。3面早っ。ヘリコプターは謎の島へ通りで行く。いや、ヘリ制圧したんだろ。海底基地クリア。何今の遠距離攻撃、やめろ。しかもブーメランだ、不思議。もう終わったんかい。ふう、意外とサクサク。まだ実は ゲームオーバーになってないからね。一気死んだけど。ダッダーン、ボヨヨン、ボヨヨン、おばさん。まさかの飛び道具。ふふふふふ。うん、入ろう。ふう、あ、海底に降りていくスタイル。思ったより操作性が悪くて、挟まれるとまずいな。え、飛んだ瞬間に落とされた。チクス、結構硬いんだよ。お、あ、ジャンプすると刺さるんだ。またすごいの来た。攻撃範囲広すぎひん。攻撃範囲広すぎひん、こいつ。ちょいちょい、はまってるはまってるはまってる。おい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 。ゼロ距離、ゼロ距離だ。お前、クニオ君のドッジボールのインドの選手じゃん。違いすぎる、わら。あれ？この人。ロックマンかな。起き攻めやめ。上から来そうなんだけど、すっげえ。知ってたわ。あー、だからパンチとキックのボタンやめて、マジ。爆弾、爆弾、次で死ぬ。はい、あ、死んだ。ラス1、もう一回ぐらい来そうだな。出たわ。お前、ほら、武器を持とうとするんじゃねえ。なんで武器拾ったのになくなってんだよ。もうわけわかんねえよ、このゲーム。ちょちょちょ、お前はギースハワードか。当てるだけか、ほら。すごい。ああ、はっ、
どないやねん。ゲームオーバー。コンティニューはある。ここからか。もういいよ。あれれ。もういい、もういい、もういい。あー楽しかった。そら収録されるのもわかるわ。さあ難しいことで有名なコントラさんじゃないですか。ゼルダはもうやった。前回、前回を見てくれ。前回よ。スーパーコントラ。わらわら。一応セーブはしておこうか。登録。コントラ。来ましたけど、それはどんなゲームですか？もう1990年までたどり着いたね。1981年からね、始まった。コントラ、コントラは横アクション。コントラ来た。スーファミにもスーパーコントラ入ってたよね。クソむずかったけど、当然初代もクソむずい。いやー、デモプレイ、デモプレイ。ビルだよね、主人公確か。あのね、俺にとってコントラは、ワイワイワールド2のビルだよ。グラスゲーな。ファミコンなのに。あの勲章が残機っぽいね。A がジャンプ、B が攻撃。上、斜め打ちは歩きながらだけ。中野さん、魔界村というゲームはクリアしたことありますか？魔界村はあれだけ、超だけだね。俺がクリアしたことあるのは。これコントラのアイテムだったんだ。ワイワイワールド2で来るからね。それだと思う。スターとかなんかでボムでも使えるのかな。ちょっと試すか、早いうちに。スタートセレクト何にもない。スタートのこのあれがいつものコナミの音だ、ね、しゃがみ打ちあり、ジャンプ打ちあり。 OK、 よし。じゃあもうあとは確かね、これね、即死なんだよ、攻撃食らうと。弱くなっちゃった。えぐいな。ザコが無限に来るのとか。この音楽。2個来た。ちょ、それ画面の奥から来るの。ファイヤー。一度ゲゲゲの鬼太郎のゲームの昔版見ましたけど、なんか怖いですね、鬼太郎のゲームは。終わった。コンティニューは使える。むっぜ。よっと。コントラえぐいな。難易度えぐいな。コンティニュー多分これスタート最初からだよね。なかなかエグい難易度だよ、コントラ。ファミコンのゲームの体力があるやつはね、体力に釜かけて無理やり行くのがいいんだけど、これ即死だからね、無茶な突っ込みしたら途端に死ぬっていう。はっ。ちょうど当たる。ジャンプ打ちしたら当たる。なんだ玉がなかなか。中野さん、ゲゲゲの鬼太郎のゲームはやったことありますか？あいつめちゃくちゃ強いんだけど。鬼太郎のゲーム特にやってるって。斜め打ちがさ、一面だよこれ。まだ一面だよ。お、爆発する。誰が撃ってきてんだあれ。3個、よしよし、進めたか。おーっと、3つになった。しゃがめる。ほふくほふく。 OK、 めっちゃいい、めっちゃいい、これ最高。しゃがめ、しゃがめ。ああ、え、ラス1。
よりも何よりも武器が弱くなったのが辛い。こいつら戦場来てるのに武器も渡されずかわいそうだよね。惜しい。くそ。ヘリがやってきたぞ。まだ当たり判定がない。どんな攻撃してくる。なるほど、これは移動、逃げを優先した方がいい気が。あーなるほど、後ろから敵を呼んできてるわけだな。ちょ、鬼かこれ。えぐいゲームやで、まだ一面やでこれ。次ぐらいでクリアできそう。あとさ、あのアイテム早すぎね。もうちょっと緩くてよくない。鬼すぎ、難しそうですね。これは大量の敵、これはちょっとやり直した方が早い。避けれんて、わら。むっちこれが弾幕ゲーの元祖か、多分違う。いや、コントラはまあまあ、これも難しいゲーム、校内のゲームで有名だけど、えぐいな。ガンスターヒーローズがぬるく感じるわ。と。えぐいえぐい。でもまあ、大体分かった。スリーウェイをくれ、スリーウェイを。同時に攻撃されるし立ち止まっちゃダメだね。よし、早めに殺しておく、早めに撃たれる前にやる。でこっかが後ろからファイヤー。連打が悪いな。ただ初見です。うまいね。うまくないんじゃないかこれ。3発落ちたの確認して一気に行く。スリーウェイ、スリーウェイじゃねえ。ジャンプ打ちした瞬間に死にそうで嫌なんだけど。ワイワイワールド2で戦った時あいつ本当弱かったんだけど、あの壁。シュウヤさんってアワーフィッシングの動画出してましたよね。出してるよ。まだ出してるよ。まだエンドまで行ってないから。でも今はファミコンミニの話をしようね。えぐいよね。ここでしゃがんで待ってたらさ、このほらえぐい。えぐい、えぐうだよマジこれ。えぐい、わら。急げ、弾をもう全部壊してしまい、撃たれる前にやれ。よし、コアが出てる。弾撃たれないんならもうずっと撃っときゃ安全だろ。いけ、やれ。えぐいですね。くやれ。ちょ、画面外まではけてっちゃうの。よし。難しい。よし、なんとか一面はクリア。やったぜ。一応2面で死んだらコンティニューが2面。何これ。あ、そうだ、コントラは縦画面と横画面が交互に続くゲームセンター CX で見たな。だからーボーナスアイテム早すぎだろ。マリケイはやりましたか。ボーナスアイテム画面横切るの早すぎだろ。パチ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 。心臓あるヘリコプターは初めて見ますね。コアじゃねえの。コア上ライト
斜め打ち打ちにくい。よしよし、炎炎炎。 S ショットガン。だからこの時代のゲームショットガン勘違いしてるよね。パチパチパチ。ちょっと距離が短いけど、よし。あのね、斜め状態で止まれない。斜め右派だとこれとどちらがエグいのか。これで斜め状態で固まるのがすっげえ難しいんだよ。頑張れシュウヤさん。エグいな。まあコンティニューする。多分ここからできると思うんだけど、無限コンティニューか。まあここからだよね。これマシンガンかな。連発できるし、距離はそんな長くない。あのね、緑の敵のかわいそうなところね、遠距離攻撃ができないっていう。一面からだったらきつすぎ。お、敵の弾よりこっちの弾の方が長いぞこれこれ敵がかわいそうだ。ショットガンって散弾銃でしたっけ。それなら勘違いしても仕方ないかな。ほら、これ敵がかわいそうだよね。敵の射程よりうちの射程の方が長いっていうこの子あってゲームはどんなストーリーなんでしょうかね。この時代のゲームにストーリーなんてほぼないようなもんだよ。後ろから湧くのはやめろよ。こ通れねえのかよ。検問検問されてる。あ、戦場の狼っぽいよね。本当だ、これだけ見ると。あ、あの緑色の敵さ、銃持たされてるけど弾撃てないっていう、かなり致命的なショットガン。よしよし。だからレーザー世界観。あと怪力外れじゃねえこれ。ほら距離も短いし、緑色の敵あの接近することしかできない。かわいそうな。しかも連打すると伸びねえし。コナミの音する。コナミの音。レーザー外れじゃね。レーザー明らかに外れなんだけど。返せ、ショットガンかフレーム返せ。レーザーは外れ。レーザー外れだ。ちょっ攻撃力が高いとか。うん、そんな感じはしなくもない。でも使いにくい。だって高かろうが低かろうがほぼ一撃で死ぬからさ、いらないよねそんなの。こう打たしといて一気に。いけ。ああ戦車来た。なんか伸びた。した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 。うそー、お前も伸びるの。すごいゴリ押しだ。あー頑張った俺。えぐいわコントラ。うそ、もういいかな。私は頑張りました。見たような7分しかしてないけど、いいかな。あらあら。